ブラック・ショールズ方程式、ブラック・ショールズ方程式、ブラック・ショールズ方程式とは、デリバティブの価格付けに現れる変微分方程式及びその境界値問題のことである。様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対しての適用が著名である。ブラック・ショールズ方程式は、ヨーロピアンオプションのオプションプレミアムの値を解析的に計算できるが、 アメリカンタイプのプットオプションについては解析的には計算できない。ただし、ブラック・ショールズモデルにおけるアメリカンコールオプションの理論価格はヨーロピアンコールオプションの理論価格と一致する。ブラック・ショールズ方程式は1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによりオプションの価格付け問題についての研究の一環として発表された。後に、 ロバート・マートンが彼らの方法に厳密な証明を与えた。オプション価格の評価についての研究は長い歴史がある。ファイナンス研究において先駆的な業績を残したことで知られるルイ・バシュリエは1900年に発表された博士論文の中でオプションの標識を考察していた。しかし彼の評価式は価格が負になることもあり得るために非現実的であった。その後、 1961年にケイス・スプレンクルが、1965年にポール・サミュエルソンが株価変動に、気化ブーン運動を用いたオプション価格式を導出した。しかしながら、彼らの評価式は、オプションの価格評価において、今日でいうところのリスクの市場価格を、明示的に表現できなかったために、実用性に乏しいものであった。1965年に、 アーサー・ディ・リトルで職を得たフィッシャー・ブラックは同社に在籍していたキャプムについての研究で知られるの影響のもとワラントの評価式についての研究を行っていたその中で1969年頃にブラック・ショールズ方程式の前段階となるようなワラントについての評価式の導出に成功していたこれにはサミメルソンやロバート・マートンによる多機関において 株式と債券の最適投資比率を決定する問題、マートンのポートフォリオ問題についての研究に大きく影響されたとブラックは述べている。しかし、ブラックはこの方程式が熱伝導方程式の一種であることには気づかず、解を導出できずにいた。ただ、ブラックはこの方程式について考察を深める中で、株式の期待リターンにバラントの価値は依存しないこと、 つまりワラントの価値を決定する上で重要なのは株式全体のリスク、ボラティリティであることに気づいている。また、時を同じくして1969年頃にマサチューセッツ工科大学 MIT に所属していたマイロン・ショールズとブラックは知り合い、ショールズの紹介によりブラックは MIT に職場を移した。そこからブラックとショールズの共同研究が始まり、 ワラントの研究から転じたオプションの評価式についての研究は急速に進展した。同時期にオプション評価式の研究に取り組んでいたマートンとの議論はブラックとショールズの研究に大きな影響を与えている。両者の関係は共同関係であり、またライバル関係であったとブラックは述べている。そのような中でブラックとショールズは伊藤清志らにより創始された。 確率微分方程式の理論とマートンとの議論によってもたらされた複製ポートリオの概念を用いて導出されたブラック・ショールズ方程式の解を乱すことに成功した。ブラックとショールズは1970年の夏に開かれたカンファレンスでコーポレートファイナンスにおいてのラック・ショールズ方程式の応用についての研究成果を発表したが、マートンは寝坊してしまい、 ブラックとショールズの発表を聞くことができなかった。1970年の10月にブラックとショールズはオプション評価式としてのブラック・ショールズ方程式の利用についての研究をまとめた論文をシカゴ大学が発行している学術雑誌であるに投稿したが彼らの論文1が発行しているに投稿する方がふさわしいということで掲載拒否となってしまった。その後、 しばらく論文を確実雑誌に発表できずにいたが、シカゴ大学のマートン・ミラーと友人ファーマの目に留まり、彼らのアドバイスを受けて修正された論文が1973年に、ジャーナル・オブ・ポリティカル・エコノミーで投稿を受理され、発表された。これが広く知られるザ・プライシング・オブ・オプションズ・アンド・コーポレート・ライオビラティスの論文である。その後、マートンは、 無最低価格理論の厳密な理論を展開した論文を発表し、さらに、ブラックとショールズ自身によって、ブラック・ショールズ方程式の実用性、データに対する当てはまりの良さが検証されたことで、ブラック・ショールズ方程式は、不動の地位を確立した。今日では、The Pricing of Options and Corporate ダイオビラティスは、ジャーナル・フ・ポリティカル・エコノミーで、 最も引用される論文の一つとなっている。これらの功績を称え、1997年のノーベル経済学賞は、ショールズとマートンに授与された。ブラックは1995年に亡くなっていたために、この栄誉に預かることはできなかった。ブラック、ショールズモデルとは、一種類の配当のない株と一種類の再建の二つが存在する、証券市場のモデルである。 さらに連続的な取引が可能で、市場は完全市場であることを仮定している。そして、時刻とにおける株価を S、再建価格を B とする。株価は以下の確率微分方程式に従うとする。ここで W は標準ウィーナー仮定であり、シグマ、ミューは定数で、シグマはボラティリティ、ミューはである。よって株価は キカブラウン運動で表される。また、債券価格は次で表されるとする。ここで R は定数の無理すくり子率である。さらに、例トン T で発展的加速 B を取る。例は、トン時点で状態がオメガの場合の株式の保有量、B は同債券の保有量である。このような組みを株式と債券の取引戦略という。区間、例。 t における取引戦略が自己資本重足的であるとは0トン t の各時点トンに対し次の式が満たされることである。よってとなる。ブラック・ショールズモデルの下で満期 t において公式価格が K であるヨーロッピアンコールのオプションプレミアム C イコール C が無最低となるように適正な価格となる条件を埋める。区間 0t で 自己資本重足的な取引戦略を、各、とん時点で次のように定める。これを複製ポートフォリオという。常識右辺の複製ポートフォリオの自己資金、重足性により、次の式が導かれる。他方、伊藤の公式により次の式が立つ。係数を比較してやると、次の式が得られる。これらの式と、フォーミュラ5から A、B を消去すると、 次の変微分方程式が得られる。この変微分方程式を、ブラック・ショールズ方程式という。この方程式の境界条件は、以下の3つである。同方程式において、次のように変数変換する。これは、次のような一次元熱伝導方程式、拡散方程式の初期値問題となる。これを解いて、元の変数に戻すと、ブラック。 ショールズ方程式の解は次の形で与えられる。ただし、下記の条件においてである。これが適正価格と呼ばれる背景としては、常実の通り株と債券を使ってヨーロピアンコールオプションを複製することができるという事実から来ている。もし、コールオプション価格と複製ポートフォリオの蘇生費用が異なれば無限に資金を増やすことが可能になる。 それは非現実的であるのでコールオプション価格と複製ポートフォリオの蘇生用は理論的には一致しなくてはならないのである。また、ここではエースは株価であるとしたが実際は株式だけに限らず為替レートや投資信託、株価指数などの市場性のある投資商品や指標あればすべて上述の議論が成立する。もし株式に配当が含まれたとしてもブラック。 ショールズ方程式は細部の変更のみで成立する。ここで S で表される株式には配当が存在し、その配当は連続的に支払われるものとする。単位時間あたりの配当利回りを Q とする。この時、株価の従う確率微分方程式はとなる。ただし、この株式を保有していると配当が得られるので、自己資金充足的なポートフォリオは次の 確率積分方程式を満たす。あとは、全く同様の議論を繰り返すことで次の変微分方程式が得られる。境界条件は、配当なしの場合と同一である。この変微分方程式の解は以下のようになる。ただし、である。この配当込みのブラック、ショールズ方程式は、通過オプションについても重要な意味を持つ。 自国とある外国の間の為替レートを Q として、Q が以下の確率微分方程式に従うとする。ガンマは定数であるとする。また、自国債券価格を B、外国債券価格を B として、それぞれと表されるとする。ただし、R と R はそれぞれ自国の金利と外国の金利を表し、共に定数であるとする。ここで、 自国通貨立て通貨オプションを自国債券と外国債券からなる自己資金充足的なトフォリオで複製することを考える。つまりである自己資金充足的なポートフォリオを考える。すると、前説と同様の議論から無債定ならば、次の変微分方程式が成立しなくてはならない。この式は、配当込みの株式を原資産としたブラック。 ショールズ方程式における配当利回りを外国金利に置き換えただけの式なので、その回も配当利回りを外国金利に置き換えるだけで良いことがわかる。つまり、通貨オプションの理論価格は、配当込みの株式オプションの理論価格と同じ形をすることがわかる。ヨーロピアンタイプのプットオプションについても、コールオプションの場合と全く同様の議論から次の変微分方程式が成り立つ。 ただし、P は、プットオプションの現在価格である。つまり、原子産の価格変動が、キカブラウン運動で、再権利支率が一定ならば、どのようなデリバティブについても、変微分方程式の形は同じとる。異なるのは、境界条件で、プットオプションの場合の境界条件はとなる。会話となる。関数や変数の定義は、コールオプションの場合と同様である。ここで、 同一の原資産、満期、公使価格である、ヨーロピアンコールオプションとプットオプションを、コールオプションについて一旦位買い、プットオプションについては一旦に売ることを考える。そのようなポートフォリオの価値額はとなる。つまり例時点において、株式を一旦位買い、債券を、K、B 単位から売りし、満期まで、それを保有し続けるポートフォリオの価値額と常に一致する。この関係を、 フットコールパリティコール E で表されることからとかける。このポートフォリオの満期でのペイオフはとなる。このポートフォリオでの満期でのペイオフは、同一残存期間の先渡し価格、K の先渡し契約の満期でのペイオフと同じである。よって、満期を T とする、トン時点で締結された先渡し契約の先、渡し価格を解とすると、無最低条件からが成り立つ。 ヨーロピアンプットオプションの理論価格については、ブラック・ショールズ方程式を解かずにプットコールパリティから計算した方が簡単である。ブラック・ショールズ方程式によるオプション価格を決定するのは、株価、満期までの残存期間もしくは経過時間、行使価格、金利、ボラティリティの5つとなる。よって、オプション価格をこの5つの変数の関数とみなし、 それぞれの変微分をもって、各変数についてのオプション価格の感応度として表したものを、グリークス、二回弁微分を、ガンマ、金利の一回弁微分を、ロー、または、カ、という。それぞれの配当なしヨーロピアンコールオプションにおける、具体型は、以下の通りとなる。ただし記号等は、前説のものと同じである。デルタとガンマが共に常に正であることから、Y 軸を、 オプション価値とし、X 軸を原子三角角とした座標平面でのオプション価値の曲線は右上がりの突上の曲線になる。さらに、セータが負であることからこの曲線は時間経過とともに下方へ移動していく。プットオプションや配当込みオプションの場合のグリークスは、英語版、ウィキペディアのお参照のこと。ブラック、ショールズ方程式によるオプション価格において株価、 満期までの残存期間、行使価格、金利はすべて市場で観測可能であるが、ボラティリティのみが直接観測不可能で何らかの方法で定めしなくてはならない。そこで、ブラック、ショールズ方程式による理論上のオプション価格が現実価格と等しいと仮定して、実際のオプションの市場価格から逆算された、ボラティリティのことを、インライドボラティリティという。ブラック。 ショールズ方程式が正しければ、あらゆる水準の株価、満期までの残存期間、格子価格、金利において、インプライドボラティリティは等しいはずだ。実際に計算される、インプライドボラティリティはそうではないことが知られている。オプションの理論価格算定方式が、数学上非常に明晰な形で提供されたことは、1988年に、シカゴマーカンタイル取引所が開発した。 リスクベースの証拠金計算方法に決定的な示唆を与えている。オプション価格の理論値が得られることから適正プレミアムの獲得や現実の取引価格との乖離が投資戦略として最低取引上の利益目標となり得ると考えられた。この点実際にはテールリスクに対する脆弱性などが指摘されている。そしてショールズが参加した。 ロングダームキャピタルマネジメント破綻により、現実的妥当性まで疑問視された。しかし、投資中に発生するイベントの訂正情報を無視した、ポートフォリオ戦略としては依然として強力であり、それまで、アナロジーやアフォリズム、アノマリーやテクニカル分析などといった従来、投資の観光を超えた学術的バックグラウンドを持つ、ものとして、現代ポートフォリオ理論や資本資産価格モデルなどと、 同様に大きな影響をもたらしている。ブラック・ショールズ方程式は価格の変化率の分布が正規分布に従うという過程を置いている。しかし、現実の金融商品では必ずしも正規分布が成立しない。そのような批判に応える形でブラック・ショールズモデルが持つ過程を緩めたものとして、ボラティリティが時間経過に従って確率的に変動する。 確率的ボラティリティモデルや原子産の価格の不連続な変動を許容するマートンモデルなどが考案されている。5. おさむき